沖縄海中道路でタイムラプス撮影。今回はこれをやります。まずは那覇空港から海中道路の撮影ポイントまでを空からの映像でご案内しましょうね。はい、ではこの時撮影したインターバル画像で作ったタイムラプス動画をご覧ください。この時ミラーレスフルサイズ一眼と APS-C サイズのカメラで撮りました。さあどちらがどうなのか見比べてみてくださいね。ではどうぞ。Thank you.
今度は東側の離島側に向けたソニー α7-2 にインストールしたタイムラプス機能を使って撮影した映像と、この時のタイムラプス設定画面を合わせてご覧ください。3台の機能が違うカメラで撮ったタイムラプス動画、皆さんはどれが一番気に入りましたか？皆さん、最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。撮影機材は記載の通りです。チャンネル登録、コメントもお願いいたします。今回はこれまで。次回動画配信をお楽しみに。ではまた。 See you again.